はい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます、 R です。ブラッドボーンですね、よろしくお願いします。前回はなんだっけ、エイブリ・エタースだっけ、あれの本物オリジナルと戦ってボコボコにされましたが、今回はね、ちょっとボス戦は置いといて教室棟で遊びに行こうと思います。まあね、何度もボス戦やるよりはこう道中をね楽しむっていうのもいいんじゃないかなと思った次第です。とはいえ、もしかしたらこっちでもねすぐにボス戦が始まるかもしれないけど、まあ、とりあえずここら辺をささっとやっておきましょうか。今回じゃなくて前回ね、ここ来た時は扉にねほとんど入らなかったので、まあ、こういうところの扉どんどん開けていって見ようかと思います。上に、後ろから声がする、上に張り付いているかと思ったんですが、意外張り付いてません。アイテムを取るとなんか出てくるやつかな、鎮静剤。おお、張り付いていた、いつの間に。届く、届くっていうか、そこに投げもしない。よし、まあ一つですからね、仕方ないね。こいつらは眷属なんですかね。一応ね、この仕込み勢には眷属アップの石もつけて、ね、昔からつけているんですが、どれが眷属なのかわからないんで、よくわからないんですよね。聞いてんのか聞いてないのかが。行ってないところは、あとは奥ですよね。で、ここからまた3の嵐が来ますので、ちょっとそこだけ気をつけながら、当たんなかった。まずは奥の、うるさい。うるさいなこれ、シャッシャッシャッシャ、すっごいうるさい。まあ、あとは届かないところまでね来れば大丈夫かと思ったら、結構バシャバシャやってきますね。で、あの火炎車、火炎炎のねファイアフィストの男はちょっと置いといて、こっちからちょっと先に始末しましょうか。ここから振っても多分始末はできるはずですので、ちょっとリベインだけ返してもらって、まあこんなもんでいいでしょう。で、水銀弾、そんなに水銀弾に固執しているわけではないんですが、これすぐ、二度も三度もバシャバシャできる系なのか。それは何？オートもできるの？もしかしてそのオートしたものが弾になってるのかな？あちゃ。よし。水銀弾はここでも稼げそうかな。輸血は、まあ、最初の方のステージ、大聖堂じゃなくて大橋とかの聖堂街のあたり、ヤナム市街とかを荒らし回ればたくさん取れるので、まあ、マラソン自体はそんなにね苦ではないんですが、その血のマラソンというよりは輸血だけですね、マラソンするのは。それもそんなに大変じゃないしね。よし、とりあえずあらかた切り終えたな。じゃあここは開けて即攻撃とかはさすがにないとは思うけど、ここからよいしょ、敵はいなそうですね。あ、ランタンつけようか。何かいる？上にはいなそう。その辺に隠れてる感じもしないか。なんか光ってる。
上位者狩り、上位者狩り。マジでアメンドーズさんを狩ろうというのかい。そりゃまたちょっと無理なことを。上に張り付いてたわけじゃないのか。かなり無理難題をやろうとしてますよね。上位者狩りって相当レベルが高くないと。第一、そんなことが可能なのかどうかっていうのも怪しいしね。よし、こんだけノロノロしてればね使えるけど。ん？ウィリアム先生は正しい。情けない進化は人の堕落だ。情けない進化、これがすげえし、みんな先生のこと待ってんだ。すごいね。決して情けない進化かどうかわかんないけどね。これがじゃあ情けなくない進化かってね言われたらちょっとなーって。すげえ伸びてる。気づかなかった、まあ、多分こんだけ水銀弾が、ね、落ちるんだから、ここの敵もね水銀弾がきちんと働くんでしょう。働くっていうか有効打になるんでしょうね。でここに戻ってくるだけか。じゃあお目当ての、お目当てっていうか本命のワープしそうな扉を開けるだけでいいのかな。なんかワープしたらそこでまたすぐねボスが始まりそうなんですが、まあ、もしね複数出てきちゃったらどっちにしようかなで悩みましょうか。何かまだ音がする気がするけど、あれか、炎の拳か。ん？あ、まだここにも扉がありましたね。一応ね上から見ておかないと危ないですからね。特に大丈夫そうかな。うん、何か危険な感じは。あ、またなんかあった。ローレンスたちの月の魔物、青ザメたち。月の魔物っていうのはこの狩人のことを指してんのかな。3本の3本目。え、謎解きかな。俺ダメよそういうの。3本の3本目なんかあった？気のせいか。アイテムは特にはなさそうか。何もないね。何か秘密があるのかな。3本の3本目ん？ 3 本目の3本一応読み返しとく。3本の3本目。おそらくさっぱりわかんないと思うけどね。開けばいいんですけど、もし開かないとなるとやつを倒さないといけないかな。外への扉、開いちゃった。どこにつながるんですかね、これは。メンシスの悪夢。ショートカットポイントがないですね。ショートカットっていうか、メンシス学派がこぞっていそうなところってこと？メンシス学派。これでメンシスっていうのが何だかよくわかりますよね。人の名前なのか、メンシスっていう現象のことを追っているのか。あ、ちなみに、この前見つけた、あ、やべ、しまっちゃったか。どっか大聖堂の2階かなんかで、拾ったアイテムがあったんですけど、あれもやっぱ神秘を使って爆発をね起こすアイテムでした。メンシスの悪夢、悪夢の辺境の近くってことなのかな。ここでも赤子の声がする。はっきり聞こえているわけじゃないけどね、どこ行っても。
また新しい敵か、それとも見た敵か、ちょっとわからないけど、このポジションあまり良くはない。危ない。あぶね、卵系の人たち、危なかったな。悪夢の辺境だとかね、生まれてこなかったのに、これ何、寄生虫なのかな。ちょっと体内に飼うにはな、レベルが高すぎんよ。ランタンいらないかな、あんま変わらないね。まああってもなくてもいい方が。あ、トカゲちゃん、トカゲちゃんは塊をください、塊ください。おいおい、よし、お、塊3つやったぜ。これで仕込み勢が強化できる。本来だったらハンマーを強化した方がいいのかもしれないんだけど、このステータスの状況下においてもハンマー優勢がね、変わらないっていう衝撃の事実なので、先にね、大丈夫か、何の声だ、まあ、先に仕込み勢強くして、今度ハンマーどうしても力が必要になった時に、なんだ風の音？うぅっ！うわっ！うぅっ！あっ！あれ？あ、ダメージは食らってない。伸びているけど。あそこから何か、発狂温度が出て、あっ。ダメだ。どんどん上がっていっちゃう。発狂指数が。ああ。大丈夫だよ。あ、やべ。大丈夫、大丈夫。発狂なんてしてないよ。そうか、これで鎮静剤が必要だったのか。発狂温度が出てるわけですね。ああ、誰か発狂温度をやってるんだ。これはまずいよね。ちょっと待って、ダメージめっちゃ減らされてるんだけど。急に、なんで発狂させられるとダメージが半分に減るのかな。その辺はさっぱりわからん。よし、あー、蛇が落下していく。おっと、炎の濡れ結晶。あー、ダメージがひどいダメージだ今回。やべ、今回は鎮静剤かなんかがないとダメなんだね。やめろやめろ。おっ、なんだ、参ったね。こんなところをちょっとまともに歩いていたらすぐ発狂になって死んでしまう。うまく抜けられればそんなことが可能なのかどうかわからんけど、まずいな。永久発狂じゃたまらんぜ。これは止血、どこかに入ってしまえば無事でいられるのではないか。あっ、ぶれ、ダメだ、走らなきゃ。ゴーレムがいっぱいいるのに走らなきゃ。うわ、また岩投げマンだ。ロックマンは勘弁してくれよ。開くんだろ。やばい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 、無敵です、俺無敵ですから、無敵ですから。この間帰って、どうぞ。君だけ、君とだけは戦おうか。お前とは決着をつけたかった。
あ、やべ、死ぬかと思った。うえ、まただ、誰か食らっている、誰か不要なダメージを食らっている。あ、ちょっと待って、まだ俺を追っているな。切っちゃうか、参ったな。ああ、うん、暗くなった、暗くなったり明るくなったり。ああ、そうか、蛇も出てくるのか。しょうがねえな、やっぱ蛇強いよな。蛇も四天王の一角だな。まずい、よし、ようやくゆっくり探索ができるかもしれない。あー、やっ、やー、ぎゃー、雲だ。それも優しくはないぞ、この雲。これはガチ雲じゃないか。でも雲がこれをはずっと、雲に鳴き声なんかあるわけないだろう。あちょっとね、雲はね苦手なんだよね、苦手なんで。眷属の止血、ちょっと手厳しいな。雲は何してくるかもわかんないからな。ほっ、いや、ちょっとわからんな、何が効くのか。また一つかな。ごめんね、ちょっと暗いから、またランタンつけるね。知恵か、ここで知恵持ってても発狂間違いなしだからな。でもこういうところに限って、意志っていうか、この知恵持ってないといけなかったりしそうだよね、見えないものを見るために。すごいなー、これもうみんなスタルフォスみたい、ゼルダの伝説の。これさ、例えばこうして、よっ、あぶね、落っこっちゃうか。これ何のためにあるんだろう。あ、めっちゃお利口、あの雲めっちゃお利口じゃん。ここまで追ってくる、今そこいたよね多分。まだ何して、あ、ちょ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 、何してくんのかが。わかんないのがね、嫌だよね。多分これ束になってかかってこられると俺困るんで、一匹ずつ処理しましょう。そのためのスローイングナイフ。まあ2匹ぐらいでもいいか。これもね。よいしょ。あとそのための仕込み杖。いた。大ダメージだよ。危ない危ない、死にさらすわ。あ、まずい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 、あぶねえ。そうだ、俺にはこの弾丸があったんだ。ちゃんとね、弾丸は当てれば吹き飛ぶですよね。これがショットガンだからなのか、それ以外のね銃でも入るのかわかんないけど、よし、オッケー、弾丸で吹き飛ばして、その後当たらないし、いい加減にしろよ。こう、あれ、ちょっと待て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 、当たらない、どういうこと、ちょ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 、当たらないって、ちょっとそれはダメだよ。今のはちょっと汚いんじゃないか。はい、すいません、ちょっと携帯が鳴ってたので、
相手してきました。残りは、あ、そこにもいるか。うん、怖い怖い。あとはこのでかいのをどう処理するかですね。それにしてもな、効かない、吹き飛ばした後さ、ダメージが入らないって、それってどうなの。もしかしてこういうなんか叩きつけだったら入るとか、そういうのがあったりすんのかな。ちょっとわからんけど、どうしたもんか。こいつやっつけたらなんか落とすかな。相手にしなくていいんだったら先俺進んじゃいたいんだけど、大体こういうのは、あ、いただくものを、骨の刃、いただくものをいただ、あれ助かったぜ。切りつけた対象を前後不覚に陥らせる。司祭者の骨の刃、怪しげな髄液に濡れた刃、地下遺跡の守り人が使うもの。空間認識力をおかしくさせるのか。あのプリンス・オブ・ペルシャの上下逆さ薬みたい。ちょっと伝わる人があんまりいないかもしれないけど、奥に人がいますね。なんとなくそんなような人影が。ああ、俺を殺すための資格だな。さてどうしよっか。何持ってるかだよね。少なからず通常の杖の方がいいだろう。雲は大丈夫か。他に邪魔が入らなければいいんだけど。あ、赤子の声が近い。手に持っているのはあれは火炎放射器か。少なからず霧吹き系と、なんだあの剣、見たことない。大丈夫かな。よし、来た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 。なんか直剣？ただの。違う、ルドヴィークの。ルドヴィークだ。聖剣を持っているんだ。やめろ。霧吹きでやめてくれよ。強い。あ、え？すごい、ガッツポーズする。え、なんでこんな俺煽られてんの。ちょっとね、あのルドヴィークに負けるのは、ルドヴィークの政権にね負けるのは気に入りませんので。よっ一撃が強すぎる。どうしたもんか。ここか。あー、ちょっと強いな。よしよし。うわ、それまた出たよ。お前またその技使うやつか。さてどうしましょうかね。なんか後ろの方にもね、なんかヨタヨタしてる子は、うわ、なんかヨタヨタしてるっていうか、なんなんだろうあいつ。一応雲はね、無視できるやつは無視できる。ここの月はまだ青いままですね。一応こいつはね、よくあの顔が見える系。あ、伸びる。こうなったらパリーしかねえか。できねえんだよ。よし、全然食らわねえし。
あと一撃かな。無理やりいけるか。どこだ。全くふざけた野郎ですね。よし、行こうか。いけるか。よし、ほんと申し訳程度だからな。おい、ちょ引っかかんないでくれ。ダメか、まずい。よし、でここで無理に攻めないという。撃つ。あとはもう連射でなんとかしろや。また死んだ。ここに来るまでに相当数のリシャドはやられてしまったよ。雲を無視していくのも意外と難しかったのかもしれないな。当たらないというか、あ、間違えした。こういうところでせっかく取っても間違えるからな。わ、すごいね、どんどん攻撃をしていく。無限のスタミナだな。ああ、俺のもう弾がないぞ。間に合うのか。よし、ふざけたアイテム残しやがってよ。なるほどね、こう獣狩りの散弾銃だと連射がちょっと効きすぎて有効なタイミングがなかなか取れないっていう短所があるのかもしれないですね、連射し続けると。だからといってルドウィークの小銃だと結構連射がね厳しくて、今度は遅くて、こうリカバリーがね今度できなくなる可能性もあるんで、こんなでもう一長一短はきちんとあるのかもしれないですね。どっちがいいって言われたら、まあどっちでもいいかな。大丈夫か。なかなかちょっと悩ましい選択肢。ああ、またこれ、ごめん、また霧だよ、これ。また見えないじゃん。悩ましい選択肢ですよね。きちんと、まあ、きちんと当てる力があるなら、何しても関係ないだろうけどね。うん。で、逆に言えば当てる力がないんだと、何持ってても、しょうがないかもしれない。本当にその大砲とかを使って、一撃必殺しないとダメかもしんないね。確か大砲の弾、赤子の声がしなくなったんだけど、だ、あれ、弾丸消費量が確か14発ぐらい。ああ、なんだろうこれ、な、目玉に刺してんのか。弾丸消費量が14発ぐらいだったと思うので、本当一撃必殺だよね。どれだけ食らうのか。パリーは死んだ、もういないくらいまでやれるのかどうか。ダメージがね、一撃で敵の黄色い背骨、これ儀式用ですね。儀式っていうか聖杯ダンジョン用のものだった気がするので、あまり必要なものではありませんね。いるのは2人か。音立てても別に襲ってくる感じはしない。いや、一人気づいたな。
多分。ん？気づいてない？いや、気づ、あれ？こっちを見ているようなんだけど、何もしてこない。そんなバカな。どう、え、マジかよ、どういうことだよ。え、絶対攻撃しないとな、俺は。俺はもう恐怖でいっぱいなんだよ。お前らみたいな日本足を見るとよ、切り裂きたくてしょうがねえんだ。え、ちょ、待て、いっぱい押しようとしてんだけど。え、気のせい？気のせいか。よし、じゃあ死んでもらうぜ。避けるんじゃねえ。パンチ、パンチだけ？200じゃあんまりだな。通常バシバシ切った方が楽そうだ。でもチェックポイントみたいなところはなさそうかな。この辺いそうだな。止血か。ここは？何もないか。そこエレベーターがあったね。エレベーターかな。大丈夫かな。ほい。おお。ここはどこだ。知らない場所だ。先には岩投げロックマンがいるだけか。ここに仕掛けがある。何の仕掛け？あそこのエレベーターの仕掛けかな。ここどこなんだろう。知ってる土地なのかな。おお、そこにもいた。落とすか。落ちろ、落ちろって。俺は落ちるんじゃない。